そうですね、今回、センサー君という、その CG を使ったキャラクターといいますか、と一緒にその CM するっていうのが、僕史上初めてで、今までそういったことをやったことがなかったんですけど、その CG と一緒に何かをするとか、なんかそういう映像で絡んだことがなかったんですけど、今回それが叶って、すごい楽しく、やらせていただきました。実際にそのセンサー君の声を、入れてくださる、方がそばにいて、そこからその方がこういう動きでやりますっていうのを最初の段取りでつけてくれて、ああなるほどこういう動きなんですねっていう、そういうラリーがあってから撮影をするっていうパッ、あの流れだったんですけど、なんかああこういうふうに撮っていくんだなって思って、ちょっと新鮮でしたね。今回アンディという、皆様も初見かとは思うんですけれども、今回僕が CM を出演させていただくにあたって、僕も説明を受けたんですけど、本当にすごいんですよね。最新のテクノロジーを駆使して事故の記録だったりとか、いろんなものがその携帯にちゃんと残るようになってるんですよね。それが、今回のこの CM 全部詰まっているので、そういったこともぜひ含めてご覧になっていただければなと思っております。僕この仕事始めた時が、デビューが戦隊ヒーローだったんですけど、その戦隊ヒーローの最初のアクション練習とかをするんですよね、その撮影前に。で、爆発で吹っ飛ばされた体で転がるとか、敵に攻撃されて吹っ飛んで転がるとかっていうので、すごい役に立ったなって思うのが、学生の時に合気道を習ってて、投げられた時に受け身を取るんですけど、合気道ってその受け身がすごく活かされて、ちょうどそのアクション練習で指導をしてくださるスーツアクターの方が、本当に合気道の、受け身の転がり方と同じだったんですよね、教えてくださったものが。なのでもう元から体の中に染みついていたものだったので、それはここで役に立ったかっていうものはありましたね。かもしれない運転ですよね。やっぱそこはもうマストかなと思います。あとは疲れている時とかはもう運転をしないっていうふうには決めてます、なるだけ。やっぱ本当に何があるかわからないので、自分は大丈夫っていうふうなその心持ちでいると、やっぱりどこか隙ができて、事故につながってしまう瞬間とかもあったりもすると思いますし、そういったことはもう本当に避けたいなと思いますね。最近は朝起きてから白湯を飲むっていうのをやってますね。体にいいんですよ、どうやら。冷たい水ではなくて、ちょっと温かいお水を飲んでから体がゆっくり起きてくるっていう。違いますか？やっぱ違いますね。血液の流れがやっぱ良くなってくる感じがするので、キンキンの冷たいものよりか、もちろん冷たいお水も美味しいんですけど、夏とか特に。ただやっぱりその体を冷やさないっていうのが大事みたいですね。海ですね。地元が神奈川県の、茅ヶ崎の方なんですけど、海が近かったので、東京で仕事をするようになってから、なかなかそういう機会もちょっと休みをしっかり取らないといけなくなってしまったので。タイミングがあったら海には行きたいですね。風とか気持ちいいんですよね。海見るとやっぱ違いますか？海の近くで育ったので、やっぱり海に行くと、神奈川とかじゃなくても、地元に帰ってきたような、そういう懐かしさというか、そういうものは感じますね。WBC じゃないですかね。
ぐさっときたな、あれは。あれはもう全試合見ましたけど、はい。うわー、すごいぐさっと、毎試合ぐさっときましたね。円陣を組むときが結構僕好きでした。侍ジャパンが円陣を組むときのやっぱその掛け声だったりとか、まあ、最後、アメリカと戦うときのその円陣のところとかも、すごく、こう胸に刺さるような、ぐさっとくるような言葉とかもあったりとかしたので、すごい印象的に残ってますね。こんにちは、松坂桃李です。今回、e デザイン損保のアンディの新 CM に出演させていただくことになりました。アンディは先進的な安心センサーがついた事故のない世界を目指す自動車保険です。センサー君との掛け合いも注目して、ぜひ新 CM をご覧ください。お願いします。自動車保険どれも同じ。いや、e デザインは安心センサー付き。え？しかも東京海上グループで、リーズナブル。くそ。センサー付きをネット価格で。刺さったね。e デザイン損保。